はい、おはようございます。今日はメインチャンネル撮ってます。なんか久々に撮ってる感じがしますけれども、これはですね、車検ですね。車検の様子をメインチャンネルで紹介していこうと思います。なんで、これですね、初めて α7C を使ってメインチャンネルをがっつり撮ってるという感じなんで、ちょっとね、オペレーションの方が今までのルミックスと違うんで、戸惑いながらも、なんとかやっております。で、こうやってくるとですね、ソニーの扱い方がだんだん勉強できるんで、積極的に使わないとダメですね。やっぱりね、ソニーはね、フォーカス爆速なんですけれども、フォーカスがいいのと、フルサイズなんで画質もすごくいいというのがあるんですけれども、やっぱりね、フォーカスの扱いに困っております。なんで、ちょっとね、そのあたり勉強しながら、動画撮っていきます。このようにですね、YouTube やっている人が、そのカメラのメーカーを変えるっていうのは非常にですね、大きなことでして、やっぱり操作方法だったり、日頃の運用の方をですね、考えないといけなくなってくるので、ものすごく頭を使ったり、イライラしたりすることもあるんですけれども、それがまたね、面白くて、だんだん使いこなしてくるとね、すごく面白くなってくるんで、で、ある程度 α7C は、Vlog とか撮ってたんで、ある程度使い方分かっていたんですよ。ですけれども、やっぱりそのメインチャンネルの整備動画を撮るとなると、また使い勝手が違ってくるんですが、だんだんちょっとね、分かってくると、非常に楽しくなってきたんで、ちょっとね、やっぱり切り替えてよかったなと思ってます。そういう、カメラ断言を少し入れておきました。さあ、今日も質問に回答していきます。で、今日いただいた質問は、これから整備士になりたい学生さんですね。で、整備士になりたいんですけれども、給料だったり仕事の辛さ。で、あと、これからの将来性や整備士以外で取っておいた方がいい資格とありますかという話なんですけれども、まず最初のこの、給料や仕事の辛さなんですけれども、これは自動車業界以外でも、いろいろ言われますよね。飲食業だったり、自動車以外のサービス業だったり、例えば医療従事者だったり、いろんな業界の間で、この給料、労働環境、言われております。なんで、車業界がどうだというのは非常に難しい話です。で、車業界の中でも事業所ごとに全然労働環境だったり、給料も違いますので、一概にどうだということは非常に言いにくい話でありますので、ご自身で調べていただくとか、人の話をね、人から話を聞いてみるとか、そういったことをしていただいた方がいいかもしれませんね。はい。ちょっとね、なんでこの質問はちょっと飛ばしましょうかね。申し訳ないんですけども、飛ばしてお話ししていこうと思います。その次のね、これからの将来性だったり、整備士以外で取っておいた方がいい資格等の話なんですけれども、これからの将来性ということは多分、電気自動車だったり、今出てきているというか、これから出るであろう自動運転の話だと思うんですけれども、これに関してなんですが、整備士という仕事はなくならないと思うんですよ、僕は。僕の考えですけれども。整備士というものはこれからも残っていくでしょう。ただ、今までと同じ仕事ではないと思います。これから、何年後になるかわかりませんけれども、電気自動車が出て、で、自動運転が、ある程度普及してくる可能性はあります。それは何年後かわかりません。10年後なのか、20年後なのか、もしかしたらもう僕が死んだ後なのかもしれません。ですけれども、そういった方にシフトしていく流れですよね。もう世界的な流れです。誰が作った流れかは知りませんが、そういった流れもできてますので、そういった流れが出てきているんだったら、整備士もそれに合わせていく必要があるんじゃないかなと思います。なんで、将来性は別にあると思うんですよ。ただ、今までの仕事ではダメなのかなと思います。今までと違うことを、勉強して、もう技術を身につけていくしかないのかなと思います。ですけれども、メカニックの人って結局そうですよね。日々、メカは進化していますんで、昔の車と今の車では全然違います。昔の車しか整備してなかったら今の車整備できないってことはありますんで、同じ車でもね。ですので、どんどん自分の整備士ももうグレードアップしていくしかないんですよね。グレードアップしていって、もうエンジンがなくなるかもしれません。もうエンジンなくなる流れですけどね。エンジンが、脱炭素の流れがありますんで、エンジンがなくなることはないけども減っていく流れです。その代わり、電気自動車だったり、別の何かが来る可能性の方が高いです。なんで、そういったものが来ても、対応してですね、日々勉強です。本当に日々勉強するしかないです。日々勉強していって、やっていく。でそれがまあ将来性につながるんじゃないかなと思います。勉強をやめたらもうこの仕事はもうやれません勉強をやめた瞬間この仕事はもう終わってしまうと思うので、ずっと勉強していくしかないのかなと思います。勉強して新しいものに対応していく、これは別に車屋さん以外も同じです。車屋さんじゃなくても他の業種でも同じです。ずっと勉強するしかないかなと思いますんで、学生さんですけれども、整備士になってもずっと勉強するしかないですよ。本当にずっと勉強するしかないです。これがまあ将来性かなと。で、整備士以外で取っておいた方がいい資格なんですけれども、まあ僕は正直いらないと思います、別に資格は。整備の業務で必要な資格は取っていただきたいと思うんですけれども、まあ資格って、まあ言い方悪ければ形しかないので、まあ業務する上で、例えば車屋さんだったら2級整備者欲しいです。2級整備者取っておいた方がいいですし、ハイブレッドを取り扱うんだったら低電圧のなんか講習受けたりだったりとか、まああれは資格というのか分かりませんけれども、低電圧の講習受けたりだとか、まあ保険、損害保険するんだったら保険の資格もいるし、検査員になるんだったら検査員の資格も取らなきゃいけないし、なんで、仕事で必要な資格だけ取っていただければいいかなと思います。で、それ以外のことは別に資格はいりません。取ったところで、自分のものにならないのであれば意味はないですし、それだったらまあ別に他の普通に何かな、例えばね、まあ僕最近買っている、整備の本とか読んで、勉強するというのが、そっちの方が全然実践的に役に立ちますので、資格取るより資格をディスる言い方ですけれども、資格なんて所詮形ですから、資格ない人でも知識すごい人もいます。資格あっても知識だったり技術がない人もいますんで、あまり資格にこだわらずにですね、自分がこれはと思うものを勉強していけばいいんじゃないかと思います。で、まあさっきの話から言えば、もう今は本当に、電子制御の話だったりだとか、そっちの方をやっぱり勉強するべきだと思います。エンジンの勉強はもしかしたらそんなにしなくていいのかなと思います。電子制御だったり、衝突経験だったり、新しい技術の勉強をしていく方がいいのかなと思います。まあ、もしかしたら整備学校行ったら、今の整備学校ではそういったことも勉強するとは思うんですけどね。そういった方を勉強をしていく方が、もしかしたら将来役に立つんじゃないかなと思います。さあ、今日はこのアクティの車検をしておりました。で、アクティの車検、詳細をですね、メインチャンネルで、公開します。動画撮りましたんで、今日撮り終えましたんで、後で編集して、公開していきます。で、動画の編集なんですけれども、まあ、特に今年に入ってからさらに効率化を進みましてですね、本当にメインチャンネルの動画も多分編集時間2時間ないくらいなんですよ、僕の場合。多分メインチャンネルに関して2時間編集しないですね、1本につき。でサブチャンネルなんかはもう10分ぐらいです、編集は。なので本当に編集しなくなって、編集する時間が。なのでかなり余裕はあるっちゃあります。最初の頃は本当に休みの日編集漬けだったりだとか、毎日夜、帰ってから絶対編集してたというのがあったんですけれども、やり方を効率化したり、まあ機材にもね、機材を変えたりしたら、本当にサブチャンネルは編集時間10分ぐらい、メインチャンネルも2時間いかないぐらいで済むようになったんで、これも本当にねYouTube を経験積んだらこういう風になるんだなというのが分かりました。さあ、アクティの後は入れ違いですけれども、これですね、スイフトが来ました。まあこのスイフトは1年点検うちでやってるんで、そんなに悪いところないですね。でもエアクリーナー変えようかな。エアクリーナーがちょっと汚いので変えたいと思います。はい、これですね、エアエレメント。まあちょっと汚いね、ちょっと黒いで、うちでは変えてないので、まあ、そろそろ変えていいかなと。デンソー、これ鈴木純正だから、ほとんどもしかしたらこれ変えたことないのかな。うん、怪しいんで交換です。さあ、というわけで、もう今日は作業終了です。なんで Vlog も終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。